そう、ここコリコリしたで肩入れとか言う。いや、それそれやったら黙っといて。あ、こっちですよ。あ、もう全然なんもなかったねって言って、あとでもう一回入り直したら一回釣れる。そんな感じ。どうですか？大丈夫？いやいや、とんでもないです。他に何か、何ですか？この際なんで、何でも。何でも。何でも聞いてください。大丈夫ですか？大丈夫ですか？この池はどうすんねんみたいな、その、その意見でフラットな意見以外でも何を使ったらいいのとかそんなないですかね。そんななんかね、なんもない意見とか言ってみたいな、ね、うん、草とかも全然生えてないんや、うん、ああ、だからそれでも狙ったしつこく狙ったりとか、やっぱなんか変化のあるところには必ず、例えばもう本当に角とかってもう全然なんかないところは釣れへんと思ったの。で、なんもない、お前なんかあるのかな、分からへんなと思って投げて釣れたら、なんかあると思ったんですよ。それは、なんか、2サイズね、その、今の池で言うところの44とか、琵琶湖で言うところの45とか、その25とか30センチを釣れるようなところっていうのは、あの、いい場所じゃない可能性はあるけど、45とか50センチ、あとはもうバスのコンディション見て、もうブリブリの、言うたらこう、強い個体が釣れた、いうような場所っていうのは、もう必ずいい変化があるはずです。いいやつはいいところに多いんだよ。ね、特に琵琶湖やとウイロは、ね、前面に生えてるんで、それをすごく探しにくくて、どこもかしこも藻が生えてる。でも、それを釣っていけば、釣り込むことによって、あ、ここのウイロ、ここだけちょっと、あのウイロの種類が違うなとか、そういうなんか、エビゴがいっぱいあるところはフサゴが好きとか、もうバス変わってんの。その変化を見つけていったらいいと思います。どうもありがとうございます。何かないですか？他にご質問何でもいいんで、どうぞ。冬の釣りじゃないですか、はい、でこれから春になっていくんですけど、はい、水の中の季節って分かりにくい？そうですね、で、僕らがちょっと寒いと思ってても、はい、水の中ちょっと暖かくなってきたりとか、はい、っていう変化を、はい、掴むコツ、やっぱそうですね、やっぱり、前の天気温とかしっかり見とくのですかね。いや、そうですね、はい、例えば、昨日まで寒くて今日あったかくなったって一日じゃ、でも気温もね一気に上がるけど、その水の特徴として頭にちょっとタイムラグがあるんですよね。気温バーンと暖かくても水はそんなに急には上がらないんで、逆に言うと、あったかい日が続いてて、急に冷え込んでも1日目やと、そんなにドーン下がらないんで、そこそこ釣れたりします。それが2日、3日冷え込んだらどんどん厳しくなりますけど、だから、あとは水深。水深のある池やと、もちろん冷めにくいけど、温まりにくい。だからその、例えばこれから、明日からずーっと1週間天気良くて、水温上がってきますやん。じゃあ週末、浅めの池をやれば必ず答えられると思います。そういう池っていうのはどんどん水温上がっていってるんで、逆に山上の山の上の、ね、深い池とかはでっかいバスもね見えていい感じでそろそろ張れちゃうかなと思うけど、上昇が遅い分やっぱりちょっと時間かかりますね、魚が動き出すまで。そういう意味で、まあ、これ琵琶湖の話に戻りますけど、春は全体的に水深が浅い南港の方が圧倒的に、ホッコはもうでっかいね、でっかすぎて、もう水が圧倒的に多すぎて、あっためてもあったまらないんですね。でも南湖はもうね、サラ池みたいな、池2個あるんで、南湖はサラ池がすぐあったまるんですよ。だから南湖の方が釣れるっていう、釣れやすい。池も一緒です。浅い池の方が絶対釣れる。はい、ありがとうございます。あと、どうだろう。はい。はい、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 そういう時の中地さん的な釣り方とか、釣り方、季節問わず、はい、中地さんのこれだけは絶対外さない。そうですね、ルアーですかね、ルアー、はい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 、まあ、やっぱり基本は、その川こうね流れていってるんで、その川の、まあ、夏場のフィーリングする時とかは別ですけど、浅いところで追い込むみたいなあれですけど、基本的にはベンドのそのアウトサイドベンドの深いところっていうところに圧倒的にバスは多いんですよね。
そういうところって結構こう流されてきた障害物が溜まったりとか、もちろんその 川を流れて削られへんように取られたり、障害物がすごい多いんで、やっぱりそういう障害物の多いところで外せへんってなると、もう何か1個だけって言われたらやっぱり手近くなってきます。あのパインスリープ 4.5 の時とか、あのいわゆるボインディーですね、はい、それを持っていくことが多いですね。そのいろいろ持っていけるんやったらね、別ですけど、1個しかないんやったら、この障害物に絡めてするっていうことに関しては、すごい、この間のね、番組でもそうですけど、改めて自分の中でテキサスリングの凄さっていうのを思い知って、すごい、あのテキサスリングに奥深いなと思って。はい、あれ、パインシリンプの 4.5 っていうやつ。あれずっと、ね、あの番組でも言ってましたけど、土のうだったんですよね。土のうって袋やから、いろいろ具は通すんですけど、引っかかるようなんですよ、ね。でもそれを唯一攻略できたのが、あの最後の最後のあのタイミングでそれに気づけた、続けてよかったなと、うん。そんな感じですかね、はい。はい、ありがとうございます。他に何がないでしょうか。ありませんか、この際なんで。何でも。遠慮しないで。好きなタイプの好きなタイプとか好きなタイプ、僕の好きなタイプの全く興味ないんですけど、ちなみにどんなタイプが、僕はあの清楚でお姉様みたいな、清楚でお姉様エクっぽい感じの人どうでもいいこと、初恋の話とか初恋って尺度がどうなの、初めてデートした、初めてライブが2時間になった時に、初めてデートした、うん、僕長い順番上のステージですよ、初めてデート、あ、本当ですか、分かりやすいんですか、俺からすると長い汗で順番上のステージで、長い声の駅でチャリンコで待ち合わせして順番上のステージで、何歳ぐらいの時、あれ中学生ですよね、これがないでみんなスーパードキドキですね、どっちを聞き合うんで、順番上のステージの今思ったら、はい、中にブラックホースいた気がするな、本当ですか、赤の水槽の中に、あのその魚とかが展示されてる、泳いでましたね、あうん、チャリンコで行って、あ、本当ですか、いい思い出、めっちゃドキドキ、ドキドキですよね、あの中学生、まあ、もうそらね、何の話が分かるけど、なんか今、ちらっとその前のルアー見たら、プロトの、ね、これ、ね、あれですかね、実際ね、これ、昨日映ってきた。これ、まあ、今となっては長寿スティックですけどね、これ、丸型ワープ。ダウザーと一緒に夜な夜な、っていうか、まあ、会社にはね、もうしょっちゅう行くんですよね。もう家からジャッカルまで、どうです5分ぐらい。だからもう、カズレさんが電話かかってきたら、もう、寝巻きにジメさん来て、お前、なんちゅう格好で会社来てんねんって言われるぐらいの勢いで行くんで、でも、ダウザーもしょっちゅう来てるんで、で、2人でこう、まあ、春に釣れる最強のワームを作ろうと。いうことになって、でまあやっぱりダウザー的にはまあ置いてついたりと、でそのためにはどうしたらいいか、で僕まで多分さあの結構そのエアー感で、フルコンボ出すっていうワームにすごい興味があって、去年とかもよく釣れたんで、そういうのでこう、でもこうこれなんてね、こう見て、まあ後で見ていただいたら分かるんですけど、最初こういう形も作ってたんですよ、あのいわゆるこのリブがペラペラ入ってるやつね、これ多分見せていいのかな、OK のかな。オッケーね、まあ、いい進化していってるんですけど、でこれでもいい感じで立つんやけど、これだとこのリブがある程度アクションした時に空気が抜けちゃうんで、一発目の着底からアクションしたら次はちょっと出ちゃうとか、そういうのがあるから、そういうのもあのあいつにダルちゃんに水槽で投げてもらって、僕が下でこうたっつきで見て、おお立ってる立ってるみたいな感じでこうアクションしてとか言ってやって、じゃあ本当海流水槽でどうかみたいなことをずっと。もう毎日やってるんです、その中でこう包丁をこう穴開けた方が空気が抜けが悪いっていうか、空気抜けへんから浮力が出るん違うかみたいな感じで、じゃあ試してみよう、確かに安定した姿勢ずっと続くなみたいな感じ で最初は下についてたのは上の方が浮力もっと持たすん違うかとか、そういう風にどん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 こう本当ちょっとしたね、あのフィッシングショーの一旦ぐらいじゃないですけど、一言一言がどんどん形になっていくのがジャッカルなんですね、思いつきで、うん、あこうちゃうのって言ったらもうすぐどんどんそっちに向かって進んでいくんで、それでこうどうか、これもこの後どうなるかな、
まだあのカリスマ営業のどうなるでしょうか。そうね、まあ、ね、意外に形きれいな